はい、皆さんどうもサマチャンネルのサマです。じゃあ今回からね、こちらのゲームシャドウコリドをやっていこうと思います。こちらのゲーム2年前に発売したんだっけな。もともとフリーゲームで販売されていたものが、あ、販売じゃない、フリーゲームで出てたものが、正規品として、販売されてます。すごく安いんでね、おすすめです。このゲーム自体はやったことはないんです。もう完全初見なんですけど、その道中にあるダンジョン、迷宮が完全ランダムみたいで、それは固定のダンジョンもありますけど、その完全ランダムのダンジョンがかなり面白いということなんで、やっていこうと思います。おお、これなんかあるね、路地、外苑、なんか初心者、挑戦者とかなんかあるみたいですね。まあ、一番上からだよね、やっていきましょう。そして挑戦者が難しい感じのプレイヤー向け、優しい難易度です。徘徊者の能力や数、ステージクリア条件解放されます。マガダマ手術ゼロでも、はあはあ、まあイージーってことね。でシャドウコリドを行うってことがある難易度です。はあ、あ、これでもう一つなんか最高難易度ってあるんでしょう。まあ問題なく挑戦者でありましょう。まあ、よっぽどね、クリアできなさそうでしたら、初心者にしますけど、まあ、そのことで。春夏の夕暮れ、私はとある路地の入り口でふと足を止めた。夕立ちの後、蒸し暑い湿気の中、奥から冷たい風が吹き抜けてくる。ふと、幼い頃の夏の日の思い出し、心の奥にしまっていた冒険心をくすぐられた私は、寂れた路地へと足踏み入れた。ほう。あ、なんか、ほうほうほう。ほうで、ほうほうほう。なるほどね。あ、おお、綺麗だね。めっちゃ綺麗じゃん。あ、ライターつけてんの。あ、なるほどね。こうやってつけるのね。走れはしないの。あ、ホールドでしゃがんで話し合う。あ、走れるね。あ、なるほど。走るあれが決まってる。一定時間やると、あ、走れなくなるだけね。オッケーオッケー。まあ、コントロールキー出てますけど、ゲームパッドでやってます。で、おお、なるほどね。ちょっとせ、かがんでいる。あ、足を、おお、びっくりした。びっくりした。あ、なるほどね。あ、なるほどね。あ、ライターは一度つけると、しばらく使ってるのね。で、これで消えると。今びっくりした。あのちゃんはびっくりするよ。あ、で、うん、なるほどね。あ、右クリックね。まあ、右クリックって出ますけど。キーボード推奨なのかな？まあ、いいや。キーボード。びっくりした。キーボードとかね、そっちの方だと、あれなんですよ。マイクラで慣れすぎちゃってるんで、うまくできないです。なんでボール落ちてんだ。大丈夫？え、ここ、え、別に難易度出てこなかったから、敵出ないでしょ。で、下の中100ってのが HP かな。おお、猫。
調べる。なるほどね。バックを見れるのね、ちゃんと。アイテムの切り替えは？あ、なるほどね。こっちね。はい。これは爆竹で、爆竹で取れんの。はい。おお。おお。足元ちょっと鏡必要だな。なるほど、ね。あ、負けだ。使うときもアイテムしようと思います。こっちか。鍵が入ってる。お、猫。猫がいるときなんか住めないんだよね。お、昼南トンネル。昼南トンネルではない。何なんだろうね。昼って読むのかな。いや、行き止まりだね。戻ろうか。なんかあるんだろうね。もしかしたら、もしかしたら、これなんか長くなったね。なんか踏み入れちゃいけない場所に入った。あの千と千尋の神隠しみたいな、あのトンネルくぐったから、あの異世界に入ってみたいな。あ、本当だ。なんか予想だったんだけど。いや、お、猫どうした。おおおおおおお、オープニング。猫の死体。犬派だけど猫の死体は読みたくないぞ。早くできないのかな。ピッチピチになるよ足。水の波紋とか出たりしないね。水の波紋は出ないね。見たとして。まあこの灯籠ね、灯籠の後ついていけばいいかな。あれだね、なんだっけ、わかんねえ、思い出せねえ。お、なんか屋敷。
開いた。お邪魔します。だいぶボロいやん。こんなとこまで入っちゃってるやって。鏡だね。はい。お？え、また違うとこ来た。え、敵いないよね。ちょっとしゃがんでいこうか。まだまださすがにないよ。バックでは走れない。じゃあこの時って走れないね。つけれるこれ。お、距離をと、うん、あ、これ下からやってた方がいいかなんか。しゃがんでこうか。鍵、ノーメン。こいつ襲ってきたりしないよね。なんかいつかのゲームを思い出すけど。あ、こっちは開く。こっちは？こっちは鍵が。こっちか、じゃあ先を。お、鍵二つ。ああ、行こっちだ。鍵置く場所こんなにしちゃダメだろ。下に落ちるような仕掛けにしたら。ああ、そっか。これ一応使用するっていう感覚を覚えないとな。え、なんかいた。敵じゃないよね。まだ襲われないよね。大丈夫？もう10分経つよ。チェックポイント。何チェックポイントで？ん？うん、なんか点滅してる。え、なんかいる？なんかシャンシャンいってるけど。え、走った方がいい。なんか迫ってきてる、これ、もしかして。あ、点滅しなくなった。あ、待って、いや、今シャンって出てる。来てる。いや、こっちダメだ。こっちだ。こっち。何体いる？一体だけで。おおおお、見つかった。お、逃げ切った。 BCM がカートを襲われてんのね。走れない方がいけないのかこれ。おお、見つかった。
あ、なんかいた、なんかいた、なんかいた、いた。調べて、調べて。あぶれ。一瞬なんか映ったよ。めっちゃ。ちょっと痛め、目見る。え、怖くね、このゲーム。はい、ということで、今回ね、路地をやりました。あ、日暮らしの回廊ですね。え、ごめん、今、え、結構怖かった。こけしとアーカイブ何も取れなかったけど。はい、というわけで、まあね、シャドウコリド、ちょっとかなり不安ですけど、これからやっていこうと思います。それではまた皆さん、次回会いましょう。うん、じゃあ。怖え、このゲーム、想像以上だ。